広小路通り五福町交差点から南方向のプリンセス大通外り外堀通から南方向五福町通りは名古屋市中区を南北に走る通り道路が5番路目上に区画された名古屋市中心部を南北に走る通りで北端が外堀通り南端が若宮台通となる南端の若宮台通と交わる境3丁目大須3丁目交差点から南は 福音が狭くなり、裏門、前町通となる。西隣に七軒県通りが、東隣には伊勢町通りが通っている。また、桜通から広小路通りにかけては、交互通行が可能だが、それ以外は、南方向への一方通行となっている。通りの名称の由来は、五福町という町名が、現在の丸の内三丁目の京町通から杉の、 町通りまでの2丁あったことから。また、広小路通から白川通にかけては、皇太子妃道子様のご成婚を祝し、プリンセス道子から、プリンセス大通りという通称があり、車道をまたぐようにアーチがかかった、名古屋有数の歓楽街となっている。外堀通から桜通りにかけては、オフィス街で、企業の事務所などが多くある。桜通を越えると、錦三丁目に入り、 飲食店や風俗店などがひしめく、歓楽街となる。繁華街の西木通、広小路通周辺には、丸江や明治屋などの小売店がある。広小路通からプリンセス大通りに入ると、飲食店などが軒を連ねる。白川通から若宮台通にかけては、ナディアパークのほか、雑貨店や洋服店が点在する。角川日本地名大事二十三愛知県。 角川書店、1989年569ページ、三根宅配便、第202号、ありがとうございます。